はい、えー。皆さん、今回もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。ズズズン。ジャニーズウエスト8枚目アルバムミックスジュースというですね、えー、このアルバム初回版 A を私が購入させていただきまして、この中の楽曲をですね、勝手に解説をしていこうという動画、もう1週間経ちましたからね、発売から。ということは、次の日の朝に開封の儀、 の動画お昼かあげてでこれは曲やってないから次の日から「えー、金土日月か」でき曲すいうですよねだからもう今まで5曲勝手にね解説をしてきたんですけれどもまだまだ、えー、まだねフルで聴いてない曲もたくさんありますので、えー、今日は前回の「BornToBeWild」に続いて、えー、初回版 A でいうと9トラック目に入っている「BLUEMOON」ーーっていう曲をですね また今から聴かせていただこうと思うんですけどもこれは少し前に YouTube の方でねこのレコーディング音源とは違って YouTube スペシャルライブバージョンみたいな感じで歌われたやつを、えー、見させてもらって解説もさせていただきましたがあの時はフルコーラスじゃないので今回初めて聴かせていただくこの、ね、黄色い、えー、色のところ <laughs> 色のところ <laughs> の「ブルーム m っていう歌詞を見ながらちょっとねフルで 聞いて感想を上げていきたいというふうに思うんですけども、ちょっとなんか今かかったとびっくりした。え、何かがかかってミックスジュースがもうすでにかかってましたね。あ、止まった止まった。で、今からね、ちょっとあの聞いて感想を上げていくんですけども、いつもこれ後ろのね映像がちょっと違うと思うんですよね。で、いつもはだいたい夜、えー、子供そして奥さんがね寝静まってから。えー ひっそりするリビングのところのねカーテンを閉めて撮ってるんですけど今日はね実は、えー、3月16日水曜日の朝9時台なんですね今ね9時半ぐらいで早い時間でで今この部屋でねいつもと違う部屋で撮るんですけどうちマンションでね上の階が今私がここに来てこうお話をし始めようとした時にですねあのちょっと工事的なものを <laughs> 始めたっぽくてんかここにさっき来たらぐルっとねこの壁伝いに上なんでしょうねきっとグルーッグルっとこうなんかドリルの音みたいのがしてるので皆さんここから私は音楽を聴きますのでイヤホンしますけどもしかしたら皆さんにはですねそのガリガリガリ音が入る可能性もありますのでちょっと先に言っとこうということでねご了承いただければと思います。それでは、えー、お待たたせしましまブルームームンの フルコーラスバージョン、初回版 A でいうところの九トラック目、四分ゼロ一秒の楽曲を聴いてみたいと思います。再生。ポン。もうちょっと音量上げたい。来た来た。 霧がかかった神秘的な夜月明かり二人だけのいいエッジボースですね二人水やって話をしようよ小さな頃の夢苦手な味好きな季節も柔らかいねまだまだ君のこと知らないけどきっとなんかのためにさ柔らかい桐山君でしょここ したね、フラムションブリッサーベビーツキカ結んだ出会いうわ綺麗な半音出会い僕があげらここも半音綺麗何もないから代わりにこぐよ優しいこぐよの言い方ちょっと目をそらした 好きに消えちゃいいね好きに消え気づいてないリりできない僕はそんな君を守りたいからうわっうメロディーいいですね本当にこう来るかなと思うとこう少しずつこうね違うところに行っておしゃれなまたそうやって誰かの幸せばっか願って眠れ難しいリズム こんな傷だらけでどこへ行くんうまいここにおいでよい外人さんみたいお前なガラクシャとうまい表現力まさかを振りかざすわけじゃない君はもうアホちゃうんアホちゃうんじゃない今の歌詞書いてないけどね「笑っちゃうから空も晴れるのぞ ベイビーもっとわがままにこの歌ねここのフレーズなって見せてよ君を困らせる全部ほら落ち着かずに上に上がって部が終わるそれだけだ心そっと分けてくれるまで待つよ世の終わり方もまたなんつうんだろう 柔らかいけど色っぽいみたいなねさあ今ギターのソロが入って「うぅ」丁寧なコーラス入ってますよ「ベイビーもうぅ」幸せをうわ朝九時半じゃ出ないこの高さ。 今は頭を撫でてそばにいるだけさワンシンザンブ o ーム北ブルーム月の月夜までまだ気づいてないふりをしよう僕はそんな君を守りたいからうえ ううううう誰か口笛。 のの特別レコーーディンングバージョンみたたいのも聞きましたその時にもあすごい何ていうのかなみんなの声の重なりが綺麗だなっていうようなお話を多分したと思うんですけどこの CD 音源はよりよりよりぐらいより3つ欲しいですねよりあ4つになっちゃったより何 <laughs> て言うんだろう 繊細に丁寧に声をやっぱり重ねてきてる感じがねすごく伝わってきます。あの一つの音に対してこの音を取りに行く時に7人が7人ともですねすごくねなんだろうな優しいって言ったら優しいんですけどあの薄い薄い氷の上に。 そーっと何かね物を置くみたいな感じでちょっとでも音を立てないように下の氷が割れないようにみたいなねすごい丁寧な音程の取り方を全体的に7人が7人ともするのでまあなんだろうね耳心地がいいですよねどこの部分を聞いても。で全体的にそういう歌い方をしてるところにさっきも言ったメロディーがですねまあ今までもね皆さんもジャニーズ WEST の曲に限らずた ち、ね、っちゃい頃から、まあ、じっくり聴いた曲も何となく聞こえてきた曲も含めたら相当ね楽曲を聴いてると思うんですけどもなんかそういう,こう曲の流れの中でまあたいこう来たらこう行くだろうっていうですね、まあ、定番みたいなものがどうしてもあるんですよね別にそれが悪いわけじゃなくってそれがまた心地よかったりもするんですけどもそのなんかこうこう行ったらこう来るだろうのメロディーをですねちょっとだけ違うところによって 1> 1個2個違う音に1回触っっててから帰ってくる最後の締めんとこなんて「タダダマーデー」みたいなこう終わり方もあ,れあそこ行かなくても綺麗に終われるんですけど一回こうねなんかおしゃれなとこ触ってくる他にもサビのとこでもね私が今聞きながら綺麗な半音って言ったようなところとか綺麗なメロディーって言ってるところってそういう感じに私は聞こえるんですよね。 タイミングとかねもう素敵です。でさらにその丁寧に声を重ねているしかもメロディーもちょっとおしゃれなとこ通ってくるところにところどころフレーズの頭に入ってくるエッジボイスというねグッとちょっとこう喉に力が入ったようなね喉に声を当てるようなあーって入ってくる時にああちょっと音変わっちゃった。っ <laughs> てこうちょっと下の音にね えー、喉に引っ掛けるような音を使う歌い方のことをエッジボイスというふうに言ったりするんですけどそれもまたねいい具合に入ってますよ本当にであのこの間の、ね、YouTube のバージョンの中にはなかった2番の A メロ B メロというところでちょっとね、えー、1番とメロディーというかふわりというのが少し変わってね 途中でほら「君はもうてんてんてんの後」のあとどなたかのねコメントにも書いていただきましたけどもなんか言ってるぞとでも歌詞カードには書いてないぞというところが私もアホちゃうに聞こえましたけどちょっと一回そこ戻ろうかな、えー、2分33秒に行くとあこれもう2番終わってるねあこうだ「君はもう」のところ くしゃっと笑ちょっと待ってそれ行く前にねここの A2 番の A メロの「えー、僕にはそんな顔しなくていいそう思いながらくしゃっと笑うくしゃもうまいよね。リミダスわけじゃない」君はもうアホちゃうんですよ。アホちゃうんだと思いますけど ここのね2番の A メロのこの言葉の乗っかり方というのが1番の A メロとちょっと違って歌詞の数が多いんだよね多いんだよねだって中学の同級生みたいな喋り方しちゃいましたけども多いんですよだからそこにこううまくリズムを乗っけていくっていうそのねもうリズム感というかもうちょっとかっこよく言うとグルーヴ感っていうんですかね。 波に乗ってるみたいなね。これはもう完全にリズムが取れてる中でちょっと遊んでるような歌い方になりますのでうん、やっぱリズム感という言葉だけじゃないね。グルーヴ感というふうに言った方がちょっとしっくりきますけどまあその言葉の違いは何だって言われたらわかりません。わかりませんけど、なんかニュアンスですよワン・ツー・スリー・フォータン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 タはリズム感ですよね。だけど、歌うるがーと歌うるがーと歌うるがーってこう こういうい大きな揺れの中でこう動いてリズムを取るみたいなものはグルー感でしょこれは <laughs> 誰にちょっと切れてるのかわかんないですけどいやーでも本当に上質であのまあ私はねいろんな曲をこうまあ特にジャニーズ WEST 今聴いてますけれどもえジャニーズの他のグループ SixTONES 嵐ニュースなどねいろいろ聴かせていただいてやっぱりたくさん音楽をね聴かせてもらってるので。 ま正直なこと言うと全部はとても覚えきれなかったりま自分の中で好きなメロディーとかねえ好きなリズムとかそういうのがあったりするんですよね。そういうのはなんかこう道を歩いてたりしてもね自然と口ずさんじゃったりするんですけどこれ「ブルームーン」は多分ね私口ずさみますねこれは。まあ今全然あの覚えられてないので口ずさめないんですけど正解は。だけど何回もこれを聞いていくことによってもうね歌いたくなるしあそこのこう絶妙な ちょっとセオリーと違うような、えー、メロディーに行く感覚がすごく気持ちがいいので、うん、これはいっぱい聴いて覚えてね。 是非、まあ、口ずさみたいというか多分覚えたら歌いたくなる曲だと思いますので是非皆さんもねちょっとこれはねおしゃれな曲だなと私思いますので、まあ、好きでもたくさん聴いてる方多いと思いますけれども改めてねそういうちょっとメロディーの動きであったりとかエッジボイスみたいなところももうまねをしてあげながらですねこう7人やってることを完璧にこうコピーするぐらいの気持ちで歌ってあげたりするとよりこの曲の素晴らしさ かっこよさが味わえるんじゃないかなと思いますので私は覚えますきっとね。はいということでまたやっぱり YouTube の時の、まあ、ライブレコーディングも良かったですけどフルコーラスまたちょっとね違う美味しい要素があっていや良かったですね。はいということで今回は「ブルームーンという曲を改めて、えー、フルバージョン聴かせていただきながらお話をさせていただきました皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。